アシナ・ボクセツは、東、特血第二カガン国旗のカガン。アシナ・ホネ・ハナ・シロクの弟、オル・ホン・ヒブンにおけるカプガン・カガンにあたる。アシナ・ホネ・ハナ・シロクが、天獣の初めに病死すると、その子のボクトゲレンは、まだ幼かったので、弟のアシナ・ボクセツが、カガンイを散脱して自らカガンイについた。長寿2年、アシナ・ボクセツは、霊衆を、あだ略し、一人を殺した。 武足天は、白馬寺の僧である、節不ところ木を大北道行軍大総監として、派遣し、十八将軍を指揮させて、これを打たせたが、東特決軍と遭遇できずに帰還した。逆に、足シナ牧節が剣士を送って、州に来朝したので、武足天は大いに喜び、彼に、左、永大将軍を授け、帰国公に封じ、物御戦団を賜った。長寿三年にも、 再び剣士を送って受けはしたので、不足点はまた加えて、戦前加岩を授けた。万歳通天元年、喫炭狩猟の離人中、孫万英が反乱を起こし、英夫を攻め落とした。すると、ア名ナ牧説は、喫炭討伐を願い出て、喫炭を攻撃して大破させた。これにより東突厥は、次第に強情となる。不足点は東。 特決に剣士を送ってアシナ牧説を作立して、特進、決手追世大前右、立候補報告官案とした。聖暦元年5月、アシナ牧説は上表して、不足点の子になること、娘を嫁がせること、和親を結ぶこと、さらに高度と前儀と五婦の地に、脳器具と種子が欲しいということを請願した。しかし、不足点がはじめこれを許さなかったため、アシナ牧説は激怒し、 司かさ品京の滝道を殺害しようとした。時に、州の朝廷は東突欠の平成を恐れており、納言のよう、乱大二郎のよう祭祀の権威でその和信を許可することとなり、すべての要求を呑んだ。7月、そこで、部即天は、YOO 武志園州を、アシナ牧説の娘に嫁がせようと、右表、東衛大将軍の延知日を、瞬間少々、右、 ウィエイローのようなリタカを、司っさ品教とし、彼らを黒砂南帝に赴むかせた。しかし、アシナ牧説は、党の皇族ではなく州の皇族が来たことにことを唱え、今すぐに、武州政権を倒して、党王朝に戻そうと、8月、竹の武秀を拘束して、延知日を加岸に封じ、一万機を率いて南下し、西南、平敵、清吉恵比寿などの軍陳を攻撃し、 西南軍士の母用言を降伏させた。州は、計45万の兵で不正だが、各所で惨敗した。武則天は激怒し、牧説を解明して、残節と呼んだ。しかし、東突厥軍の勢いは止まらず、9月、ついに武則天は、東のの両王を交代しとした。そのことを聞いた足な牧説はようやく軍を引いた。聖、歴2年。 アシナ・ボクは、弟のアシナ話室・ハナシシ頬を立てて左ひさし・サし、シ、アシナ・ホネ・ハナのこのアシナ・ボクノを右ひさし・サしに任命した。また、アシナ・ボクのこのアシナ・ホー友を立てて、消化ガとし、くらいは、両札の上に置き、初期昆布など重生の兵馬四万に4人を統括させ、またこうして、宅に主化ガンとした。これより、東特血は、連年返京をあだした。 久志元年、老右所管の馬一万予備機をかすめ去る。不足点は右宿清魚子大部の義元忠を、礼部同行軍大総監として、これに備え、また安北大都合、小織丹を天平道元水とし、東、突結を打たせたが、衆軍が到着する前に、東突結軍は退いた。長安三年、足名牧節は、剣士の幕が立つ官を送って、娘を、 皇太子の子に目取らせることを恋、武則天は、路両王李賢の子である、平王李重とし、吉沖王李茂明を使者に合わせた。足シナ牧説は、大臣の移り力度に汗を使わして入庁し、馬千匹を呼び方物を剣じて、縁組を喜んだ。新竜元年、大臣や将軍に迫られた、武則天が、路両王李賢に上位したので、李賢は、中層として、 王の国豪を復活させた新竜2年12月、ア名ナ牧説はまた霊衆名作県をあだし、霊部軍大総監の砂中義はしばらく防御したが、官軍が負け伊さをし、死者は6004人に上った。さらに東特欠軍は、厳州、海州などに進行し、老右の軍牧場一万余引きをかすめ去った。新竜3年1月、中宗はその受け根を立ち、 人を募集して足な木説を切った者には国王に、封じ、諸位大将軍、将仏に戦断を授けるとした。また、内外の官に破突決の策を進めさせた。慶流2年11月、西突決狩猟の特起赦釈図が背き、自立して、加蛋となり、弟の斎主弓を使わして、妻を侵犯した。慶雲元年、栄曹が即位すると、翌年1月、 アシナ牧説はまた剣士を送って和信をい、僧王の李世紀の娘を金山公主としてめとることを許可された。アシナ牧説はその息子の洋菓子特勤を使わし、大長、右、行衛院外大将軍を授かる。決理下眼以来、最も強情となったアシナ牧説であったが、老齢となり、部落の多くは次第に調戦していくことになる。開元2年2月、アシナ牧説は、 この移り黒土下岩及び動画特勤、妹向子の火、罰欠離発の石屋室室は、正規を率いて、北帝と護府に迫って包囲させた。右、行営将軍の各県は城を固く守り、動画特勤を城下で捕えてきた。これにより東特欠軍は撤退したが、火、罰欠離発は帰ろうとせず、その妻子を連れて、党に亡命し、さ守る大将軍を授かり、 つばめ北軍王に封ぜられ、その妻は、金山公主に封ぜられた。改元3年2月、重生部落の左び差しのごとつに黒右び差しのご、石弓室室五資金を呼びこの婿である、高麗マリ氏の公文館、鉄都徳の阿鉄つしやすらはおのおのその州を率いて、総勢一万余町が党に亡命した。元僧は彼らを、カナンの旧地に住まわせ、公文館には、 さまもる員外大将軍を授けて、両政軍王に封じ、あてつ死体には特進、右へ院外大将軍兼、鉄と徳とし、老藩軍港に封じた。アシナ牧説の娘婿である、アシトクコロクもまた、党に基準し、特進を授かる。その秋、アシナ牧説が徳津重いケ部の狩猟の穴のモーらと、河原北で戦い、徳津鉄六は大いに潰れ、人畜の多くが死に、 あのの思うは衆を率いて、党に亡命した。開元4年6月、アシナ牧説がまた徳津鉄六の罰英カタブを北打ちし、独楽画で戦い、罰英カタブは大敗した。アシナ牧説は、損害が少なく、警戒を緩くしていたところを、罰英カタブの脱走兵の血出力と、柳林中で遭遇し、切られた。罰英カタブは、各霊にアシナ牧説の首を与えて、 警視に遅らせた。アシナホネハナシロクのこの血徳筋は、キューブを急合して、アシナボクセツのこの小花岩を予備小刀刀を殺し、血徳筋の兄である、サケン王のアシナボクとゲレンを立てて、人トギ花岩とした。従来は、カパガンカガンと読まれてきたが、D、サイナー、コップ、ガンマーン、G、クローゼン、A ノートオンコップ、ガンマーン、R ジロー L、 エンパイアでデターック・セレスタ、デレイン・リー、エル・リッチ、キャプガン・イ・ビルガなどにより、カプガン・カガンとする説が有力となっている。国家を休合したるのい、観光年間に、東、特欠諸部落の来航譜者の多くは、豊か、カ、マサル、レ夏、作、大の六週に移住させられた。これをコードという、シャドとは、特欠や戒骨における感触の一つ。タルカンとは、 特血や怪骨における感触の一つ。テギンとは、特血や怪骨における抗体死もしくは王子に与えられる称号。イルテベルとは、特血科学国の統制下において、特血科学によって、各部族長に与えられた称号の一つ。ありがとうございます。